カール・ハプスブルク・ロートリンゲン。カール・ハプスブルク・ロートリンゲン。ドイツ語、カール・ハプスバーグ・ロートリンゲン。1961年1月11日体は、ハプスブルク・ロートリンゲン家の元当主。オーストリアイコール、ハンガリー帝国の皇太子だった、オットー・フォン・ハプスブルクと、ザクセンイコール、マイ人間皇女、レギーナの長男。最後のオーストリア皇帝、フクシャカール一世と、 皇后をついたの孫。カール・フォン・ハプスブルク、カール・フォン・ハプスバーグを称しており、欧州各国の王公貴族やローマ教皇、王党派からは今なお、オーストリア大公や、帝室と王室の殿下などの伝統的称で呼ばれる。また本人は、表だって主張していないものの、オーストリア、ハンガリー、ボヘミア、クロアチア等の定位、王位請求者とされる。 父夫と,と同じく反ヨーロッパ主義者として知られ、1996年から1999年まで欧州議会議員を務め、オーストリア国民党所属、現在は国際反ヨーロッパ連合オーストリア支部長、その他代表なき国家民族機構事務局長、代表などを歴任する。1961年1月11日、 約43年前に崩壊したオーストリアイコールハンガリー帝国において皇太子のミクライにあったオットー・フォン・ハプスブルクの長男として西ドイツ・バイエルン州の2で誕生した。洗礼の際、父オットーは受選者名簿にオーストリア大公カール・エルゼヘティソグ、カール・フォンスター一種と記載した。カールの生誕当時、オーストリア共和国は王朝との絶縁を宣言しなければ、 ハプスブルク家の入国を認めない姿勢をとっており、カールが誕生した直後の1961年7月、父夫はオーストリア入国のためにハプスブルク王朝と絶縁することとあらゆる支配権の要求を放棄することを宣誓した。カールはこの際にハプスブルク家の領地に対する個人的請求権を異常され、一切に満たない年齢で、 ハプスブルク家の形式的な課長となった。1981年、ザルツブルクに今日構える。1990年代後半から、ヘルブルン宮殿にほど近く、かつて、ルドルフ皇太子とステファニー皇太子妃も、新婚旅行の際に宿泊した、に住むようになった。1986年、国際反ヨーロッパ連合オーストリア支部の代表となった。 1989年3月14日、元オーストリア皇后で祖母のチタフォン、ブルボンイコールパルマが96歳で崩御した。同年10月、英国の TV 番組に出演した。1993年1月31日、キッセンイコールボルネミッサ男爵家のフランセスカとマリアゼルの教会で結婚式を挙げた。 花嫁の父ハンスハインリヒティッセンイコールボルネミッサは世界で最も裕福なものとして名が上がる人物ではあったが信仰の男爵でありハプスブルク家の伝統に従えば帰戦結婚に相当するものだったこのため結婚式の翌日の新聞は一斉にハプスブルク王朝の終わりの終わりと報じた新聞報道によれば3列したハプスブルク一族の中には 宗家の既遷結婚に不満を漏らす者もいたという。1996年10月、オーストリアの欧州連合加盟後初となる欧州議会議員選挙にオーストリア国民党から出馬し、当選した。当時は父夫をモドイツ選出の欧州議会議員であった。しかし、カールが理事を務めていたの寄付金スキャンダルに巻き込まれ、1999年に、 欧州議会議員としての活動を断念した。皇帝の孫の不祥事は、オーストリアのマスコミを大いに賑わせた。カールへの非難は、息子は、不当に攻撃されていると、父夫が述べたことで悪化した。2000年11月30日、夫から、金曜毛騎士団長の座を譲られた。2002年1月19日から同年12月31日まで、 代表なき国家民族機構の事務局長を務めた。2007年、オットーからハプスブルク家の家督を正式に譲られた。2011年7月4日、オットーが98歳で死去した。ローマ教皇ベネディクト16世が発したちょいの、宛先は、ザイナ・ケイザー・リーカン・ホーハイト・エルツェ・ヘティソグ、カール・フォンスター一種、提出の殿下オーストリア大カールだった。 2014年4月、欧州連合加盟を支援するために、セルビアを訪れ、ニコリッチ大統領や首相、大大使アレクサンダル二世疑などと会見した。2015年7月4日、トンガ国王トゥポー6世の戴冠式に、弟ゲオルクラと共に参列した。2016年11月5日、ハプスブルク一門およそ300人を引き連れて、バチカン宮殿を訪れ、 ローマ教皇フランシスコに越見した。2017年12月16日、弟、ゲオルクや各国の王公貴族と共に、モトルーマニア国王ミハイ一世の葬儀に参列した。カールは皇帝とはなりたくてなるものではないとして、もし、ハプスブルク君四国が存続していたなら得られなかったで、あろう自由を強教,教授できていることに対する喜びを表明している。 一方で、定位、多い請求者としての直接的な言及は避けているものの、君主制は時代遅れではないとの考えも持っており、将来的にはオーストリアなどにおける生態の変化もあり得るという回をしばしば述べている。2013年に、スロバキアのメディアからのインタビューに応じた際には、100年、前、この地域、イコール、 ドナウ川流域諸国は一人の君主で結ばれていて、誰も数年でバラバラになるとは思っていなかだから、未来がどうなるかはわからないと答えている。なお、2018年現在、オーストリアのシュバルツイコールゲルベアリアンツやチェコノなど、中央ヨーロッパに立憲君主制を再導入しようとする、王答派も少数ながら活動している。 帝国崩壊からちょうど100年にあたる2018年11月11日、ここ数年間のいくつかの世論調査によると、オーストリア国民のうち最大で20%が、君主制への復帰に賛成するだろうと、AF が報じた。2018年現在、オーストリアでは、フォンの名乗りに至るまで、貴族称号が公的には一切認められていない。しかし、父の夫が、 オットー・フォン・ハプスブルクとして知られていたので、同様にカール・フォン・ハプスブルクを称している。カールはドイツやスイスのようにオーストリアでも貴族性が認められるべきだと考えている。ハプスブルク法については、もはや歴史のゴミ箱へと捨て去るべきものだと捉えている。2013年12月、ハプスブルク法をベネシュフ国と並べて完全なナンセンスだと批判した。 2018年10月、父、夫や祖母、チタラの第二次世界大戦期における活動にも、かかわらず、ハプスブルク法が戦後に復活したことは、一族にとって侮辱的だと述べた。カールは、数多くの私有財産がこの法律のせいで不当に、没収されたと考えており、ハプスブルク家から没収した財産からなる、繊細未亡人と、 小児救済のための基金が1928年に解散した時点で、私有財産は返還されるべきだったとしている。カールは父夫と同じく明確な反ヨーロッパ主義者として知られる。2014年4月、訪問先のセルビアで、第一次世界大戦の改戦責任をセルビアに負わせることはできません。特定の国や個人の責任ではなく、サラエボ事件が起こらなくても、 ヨーロッパのどこか別の場所で事件が起こり世界大戦となったでしょうと持論を述べ、またセールビア抜きでは欧州連合は未完成だと語っている。民族主義に継承を鳴らしているが欧州会議主義が高まっていることから官僚主義的な今の EU には改革の必要性があると考えている。また2015年欧州難民危機以降に イスラム教徒がヨーロッパに殺到していることを受けて、移民、難民の受け入れ人数を制限するなどして、キリスト教的価値観に基づくヨーロッパを誤示すべきだと得ている。妻、フランチェスカティッセンイコール、ボルネミッサとの間に一男二条を設けているが、結婚生活が破綻したため双方合意の上、2003年から別居生活を送っている。フランチェスカとの結婚は、 かつてのハプスブルク一族のに従えば、帰選結婚に相当するものだった。しかし、父夫が一族の中で同意を得て1980年代に基準を緩和していたことから、妻子の権利が制限されることはない。そのため、長男、フェルディナントズボニミルが、ハプスブルクロートリンゲン家の推定相続人である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。